アリアンツアレナ・エルプフィル・ハーモニー・ハンブルク初期の代表作バーゼル SBB 駅の信号書ヘルツォークド・ムーロンはスイスのバーゼル出身のジャック・ヘルツォークとピエールド・ムーロンの二人による建築家ユニット。この二人はスイス連邦工科大学中理飛行で共に建築を学び、卒業後の1978年から共同の建築設計事務所を開いて、 共に働いている。2001年にはプリツカー賞を2007年には世界文化賞建築部門を受賞。地元バーゼル中心に活動していた1980年代から1990年代まで彼らの初期の作品はモダニズムの還元主義的作品を思わせるミニマルアートの芸術家ドナルド・ジャットの彫刻作品のような簡素な造形であった。しかし、 建物表面を無数の石で覆ったり、金属の表面に切れ目を入れてねじるなど見え方を工夫したり、ガラス面に様々な時代の写真や絵画をプリントしたりと、建築の表層の部分での思考を重ねて、日々刻々異なる表情を建築や周辺一体に与え、注目を浴びた。最も大きな脚光を浴びたプロジェクトは、ロンドンの巨大な発電所建物を 美術館に改装する低友トモダン計画で、以降受賞や注文が相次いでいる。2000年代に入ってからの東京、プラダ青山店やバルセロナフォーラム、ミュンヘンのサッカー場アリアンツアレナ、そして2008年完成の北京国家体育場では、初期のミニマルな作風から様相が一変している。表層に対するこだわりや物質性の優先は変わっていないが、 簡素な箱型の造形から、これまで中に隠れていた建物を支える柱などの構造が複雑化し外部に現れ、表層をプリズムのように一様に覆ってしまうようになった。プラダ青山店では、建物表面をガラスが覆い、蜜蜂の巣のような内部構造が透けて見え、北京国家体育場では塔を編んだような複雑な柱が建物を一面に覆っているが、表層の印象によって、 巨大なボリュームによる圧迫感は和らげられている。彼らはしばしば戦後ドイツの芸術家、ヨゼフ・ボイスの作品や芸術論から永続的な影響を受けている、と述べている。また、建築の土ごとに異なった芸術家と共同作業を行ってきた。彼らの成功の秘訣は、普通の材料を用いながら、それらの材料の異質感やそれらの材料から感じた。 ことのない印象を見る者から引き出した腕前によるところが大きい。プラダブティック青山天平近国家体育場スイス政府観光局スイスの近現代建築ありがとうございます。